フワディスワフ・ゴムーカは、ポーランドの政治家。1956年から1970年まで、ポーランド統一労働者党第一初期を務め、スターリン主義からの脱却に足跡を残した。オーストリア・ハンガリー帝国クロスセン近郊の出身。初等学校卒業後、機械校として働いた。1921年に、社会主義運動に加わり、1926年に、 共産党に入党。共産主義労働者グループと労働組合の組織に入った。1932年に逮捕され、禁庫4年を言い渡されたが病気のため1934年に釈放された。翌1935年までの間、モスクワの国際礼人学校で学ぶ。第二次世界大戦勃発後、ナチスドイツがポーランドを侵略し、占領政策を行い始めると、 ゴムーカはドイツに対する非合法的なレジスタンス運動に従事、これを指導した。大祖国戦争が始まり、戦時中影響力のある共産主義者となったゴムーカは、1943年、ポーランド労働者等の初期長となる。また、共産主義活動家やソ連派の集まる組織、国家全国評議会を設立した。1944年1月1日、ゴムーカは、 ナチスドイツの占領下ポーランドでの交戦でソ連軍の援護を行いソ連の共産主義政権をポーランドに設立するため国家全国評議会により共産主義パルチザンのポーランド人民軍が設立されたソ連軍によってポーランドがナチスドイツから解放された後も重要な役職に就いた同年12月からポーランド共和国暫定政府の 副首相見解福領土問題省となった。1945年、戦後はポーランド国民統一暫定政府として副首相の任を継続。ソ連当局の支援の下ポーランドに共産主義体制を樹立姿勢的を大量に逮捕したことからゴムーカは、ショースターリンとも称された。しかしゴムーカは、ソ連の意向に反する態度を取り始める。1948年に、 右翼民族主義的な思想であると批判されて影響力が低下し、同年9月3日に初期長から解任という処分を受けた。このため、ゴムーカは12月に自己批判を行ったが、政治局員には選出されなかった。1949年1月、ゴムーカはすべての国家ポストを失いポーランド、統一労働者党から除名された。 さらに1951年7月には逮捕、投獄された。そして翌1952年、正式にポーランド人民共和国が成立する。ゴムーカは、スターリンの死とソ連の政策変更を経て1954年12月に釈放される。1956年6月にポズナンボードが起こると8月5日に、党への復帰が認められ、10月21日には、 党の指導者的地位にあたる第一初期に選出される。ゴムーカはワルシャワ条約機構の影響下の中、体制維持に尽力する一方で、自主的路線に政策を転換することを約束した。首都ワルシャワ軍事墓地にあるゴムーカの墓結果的に、ゴムーカは第二次世界大戦後、党を支配していたスターリン主義的な風潮を農業集団化の廃止。 ローマカトリック教会への迫害の停止、検閲の緩和などの改革を行うことによって解消することに貢献した。このようなゴムーカの改革は当初こそ民衆に歓迎された。しかし改革は徐々に行き詰まり、カトリック教会との圧力が暇しに増大。火を追うことに活発化、過激化する民衆による自由化運動を危険なものと判断し、 国内の自由化運動を弾圧するようになっていく。1970年に大規模な労働運動がポーランド全土に拡大する中でゴムーカはその権力を失った。同年12月18日、第一初期を辞任。翌1971年に引退した。1982年9月1日に肺がんのため死去。77歳坊つありがとうございます。